このカウズであったり窓崎さん、ダニエル・アーシャム、この構図ってこのやり方なんじゃないの、今の時代のアートの礎を築いた一つの、ムーブメントにちょっとなってるなって、もうアーティストとしては結構神領域に、こんにちは、コンテンポラリーアーティストの山口正人です。よろしくお願いいたします。今日はですね、とうとうリヒテンシュタインについて研究していきたいと思っております。ちょっとね、リヒテンシュタインっていうとやっぱアンディ・ウォーホルがすごい有名なので、ちょっと影に隠れちゃった印象があるかもしれないんですが、実はリヒテンシュタインのその発明したアイディアっていうのはすごく革新的でしてですね、リヒテンシュタインというと、なんかこうコミック風の絵を描いたっていう、そういうイメージが強いと思うんですが、その後に作っていてオマージュの作品なんかは今の時代のアートの礎を築いたと言えるんじゃないかなと。コメント欄でもダニエル・アーシャム、カウズ、窓崎さんについて調べてほしいみたいなお話があったりしたんですけれども、実は僕はこのリヒテンシュタインがそこの彼らを理解する上ではすごい重要なキーパーソンになっているんじゃないかなということで、今日はですね、2020年代に覚醒したリヒテンシュタインの遺伝子ということで、リヒテンシュタインが活躍した60年代70年代ぐらいがピークだと思うんですけれども、40年ぐらい経って今リヒテンシュタイン自身がこうフォーカスされているわけではないんですけれども、リヒテンシュタインの遺伝子を継いだ人たちが活躍しているんじゃないかということでお送りしていきたいなと思っております。で、ちょっとこちらのチャンネルでは、基本的に僕の作品のメイキングとか、こういう現代アートを研究するっていうことを配信させていただいておりまして、僕自身アーティストなんですけれども、有名なね、著名なアーティストを研究することでより自分の作品にも深みを出したりとか、せっかくなのでそれを見ていただける方と共有してですね、アートを好きになっていけないかなということでやっております。ではよろしくお願いいたします。このカウズであったり窓崎さん、正木さん、ちょっとどっちで発音していいのかわかんないんですけど、正木さんのこのピカソをめちゃくちゃ下手くそに描いた絵が今すごい大人気を博しております。ダニエル・アーシャム、今ちょうどね、何塚ギャラリーでやってるピカチュウとのコラボ、ダニエル・アーシャム、ピカチュウ、ユニクロのトリプルコラボをやっているということでございますが、僕も T シャツを買いました。今日着てくればよかったなですね。こういったアーティストが、今すごくトレンドとしてすごい強い理由に、僕はやっぱそのリヒテンシュタインの、すごいイノベーショナルなアプローチというのが影響しているんじゃないかなというふうに考えているわけですね。で、リヒテンシュタインといえばこんな感じの、いわゆる漫画の一コマを使った作品というのが一番有名だとは思うんですね。このイメージっていうのがすごい先行して、あの漫画の人ねって皆さん思う人は多いかもしれないんですけれども、実は結構インテリでアカデミックな人物であるというのが実はリヒテンシュタインでして、その辺についてちょっと見ていけないかなというふうに考えております。ちょっともう結論から言っちゃうとですね、今回明らかにしていきたい、2020年代に継承されているリヒテンシュタインの発明って何かっていうとですね、1つ目がサンプリングで、2つ目がリミックスとリプロダクションで、3つ目がスタイル自体が主題になっちゃう。これは実際僕は90年代ぐらいからこの流れって来てたと思うんですけど、ちょうどね、去年一昨年ぐらいが90年代リバイバルがすごい盛んでですね、ひょっとしたら今がピークで落ちていくのかもしれないですけど、このサンプリングリミックスみたいなところがすごいフォーカスされているんじゃないかなというふうに感じております。ではそれら3つのリヒテンシュタインの3つの発明を、その秘密をちょっと紐解いていければと思っております。まずはちょっとリヒテンシュタインの生い立ちについて調べてみました。でリヒテンシュタインはこんな感じの人でですね、なんかアンディ・ウォーホルみたいにこう髪が真っ白になったりとか、そういう感じではなくて、こうパッと見割と普通の人っていう感じなんですね。で実際この人結構普通の人なんですよ。そんなにこういわゆるアーティストらしい破天荒な感じとか
波乱万丈な感じとかなくてですね、割と淡々とある種サラリーマンのように黙々と生きてきたという、生真面目に生きてきたという人です。1923年にニューヨークで生まれた生粋のニューヨークの人ですと。1997年に73歳でお亡くなりになられました。リヒテンシュタインはですね、一応なんかこの研究で参考にしている、まあ、画像であったり、そこら辺の参照したものはちょっと量がいかんせん多いので、僕のブログの方にリンクを貼ってますので、まあ、よかったらもっと詳しく見たいっていう人はそちらを見ていただければと思います。でリヒテンシュタインは若い頃そのやっぱピカソにすごい憧れてたらしいですね。まあ、ピカソってやっぱアートの神みたいなとこがあるので、で、まあ、美大に行くんですけれども、その大学生なのかちょっと卒業した後なのかちょっとすいません忘れちゃいましたが、徴兵されて第二次世界大戦でリヒテンシュタインはヨーロッパの方に行ったらしいです。兵役が、まあ、割とそんなに長くなく解放されてですね、でヨーロッパに行ったということもあって、まあ、運よくパリのルーブル美術館を見に行ったりだとか、あとはピカソのアトリエに訪問しようとしたりとかしたらしいです。で実際にはこうノックすることはできなくてですね、ただアトリエの前に行ってノックしようとしてできず帰っていくという、いかにもねすごい若者らしいこうセンチメンタルな一面もあったりしたようです。で、リヒテンシュタインは兵役から帰ってきてからすぐにそのアーティストとして稼ぎを得ることはできなかったようでして、大学の講師をやったりグラフィックデザイナーの先生、グラフィックデザインもやってたんですかね、まあ、そういうことをしながら、まあ、アーティストを目指していたと。リヒテンシュタインが活躍する当時の状況をちょっとおさらいしたいんですが、これジャスパー・ジョンズの時とかなり近くてですね、よかったらそちらのムービーも見ていただければと思います。当時、抽象表現主義というのが主流になっていてですね、ジャクソン・ポロックのを筆頭に、まあ、こうやってバシャーってアクションペインティングっていう内なるものを絵にこうすごく抽象的に吐き出すという、まあ、そういうような表現が主だったわけです。それに反旗を翻したのが、前々回お話ししましたジャスパー・ジョーンズです。アートのモチーフというのが中から生み出すモチーフが主観的なものだったのを客観のものを扱うっていう、まあ、そういうアプローチや切り替えをしたのがジャスパー・ジョーンズです。で、リヒテンシュタインも当然、まあ、もう見てわかると思うんですけれども、このジャスパー・ジョーンズサイドだったんですね。内なるものを吐き出すではなくて、すでにある既存の、まあ、なんか誰でも知っている客観的なオブジェクトを扱うという、リヒテンシュタインの初期の作品というのはドル紙幣をモチーフにしていると。ドル紙幣をちょっとキュビズムチックに描くという。でもこれ初期の作品ですが、リヒテンシュタインの創造性の、まあ、核なんじゃないかっていう、なんかそんな感じもしますね。でもすごい可愛いですよね、なんかキュビズムチックなこのドル紙幣で。当時のアメリカの状況というのはもう資本主義真っ盛りです。経済がものすごいグワーって、60年代70年代初めっていうのはアメリカ経済がもう頂点を極めるという、まあ今だとちょっと考えづらいんですけれども、まあ広告っていうのが一つのカルチャーになってた時代というか、フルかなんかで見れた気がするんですけど、マッドメンというドラマがあってですね、まあアートディレクターとかクリエイティブディレクターを主題としたドラマなんですけれども、広告の仕事にもうハマりすぎてちょっと狂った人たちのことをマッドメンと呼んでですね、おそらく同じこのリヒテンシュタインと同じぐらいの時期の描いた作品だと思いますので、なんとなくその時の時代感っていうのがまあ見えるんじゃないかなと。広告がね時代を象徴しているという。でそんな中、リヒテンシュタインはディズニーのキャラクターですね、ミッキーとかドナルドを使った、作品を作っていったわけですよね。どうしてもそのアンディ・ウォーホルのミッキーマウスっていうのがすごい有名なので、まあ、そちらがアンディ・ウォーホルがそういうことをやったって思っちゃうかもしれないんですけども、リヒテンシュタインの方が実は先にやってたんですね。リヒテンシュタインの方が先輩なんですよ。アンディ・ウォーホルの方が先亡くなっちゃったんで、ね、そのイメージとしてはちょっとアンディ・ウォーホルの方が先っていう風になりがちなんですけれども、ポップアートの走りみたいなことはやっていたということですね。
でもちろんそのリヒテンシュタインの表現というのはそう簡単に受け入れられることはなくてですね、まあ米国で最悪のアーティストだというような酷評もされていったわけです。そんな状況の中で、リヒテンシュタインはドットを使った、スタイルというのを確立していったわけです。これ毎度毎度出てきますね、このレオ・カステッリとの出会い。ジャスパー・ジョーンズにしてもバスキアにしてもアンディ・ウォーホリにしても、全てこのレオ・カステッリという、まあ、本当に彼がアメリカのアート界の黒幕ですよね。レオ・カステッリが見染めるかどうかっていう、まあ、そういうことなんでしょうね、きっと。リヒテンシュタインはそのレオ・カステッリに見染められて、まあ、彼のギャラリーで巨大な絵を描けと言われ、まあ、巨大な絵を描いたりとか、これはアンディ・ウォーホルと、まあ、同じ空間にね、リヒテンシュタインの作品があったりとか、まあ、という形でリヒテンシュタインはどん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 大スターになっていくわけです。でここからちょっともう一度冒頭にお話ししましたリヒテンシュタインのちょっと発明についてお話ししていきたいんですけれども、もう一回お話ししてみると、1つ目がサンプリングで、2つ目がリミックスとリプロダクションで、3つ目がスタイルが主題になってしまったということです。サンプリングは、まあ、ぶっちゃけ、まあ、パリで、20世紀初頭に、まあ、ピカソとか、まあ、デュシャンとか、まあ、いろんな人がやってた、まあ、コラージュに近いのかもしれないんですけれども、若干違うのは20世紀初頭にフランスであったコラージュっていう手法っていうのは、まあ、既存のものを組み合わせて一つのストーリーを作るみたいな感じだったんですが、ここでいうサンプリングっていうのは組み合わせもしないでそれをそのままモチーフにしちゃうっていうことなんですね。自分で表現したいことのエッセンスとして、サンプリングをするのではなくて、そのサンプリング自体がもうモチーフになっちゃうと、つまりこれはもうただのコピーであると、デュシャン、ジャスパーという文脈に乗っかってるわけですよね。既存のものを使うというということで、リヒテンシュタインはとにかくこのサンプリングをひたすらするという、スクラッチブックに自分の、まあ、これはいいんじゃないかという、まあ、たくさんのねレコードを探すような感じでたくさんの漫画を買ってきて、でその一部を切り取って理想に合う構図というのをサンプリングしていくということをやっていたそうです。で次がですね、このリミックスというスタイル、ちょっとビフォーアフター的にやっちゃうと、もともとこういう広告の一部にあったイラストを、まあ、こういうふうに書き直すということですね。書き直す際にその自分のスタイルで書き直すっていうことなわけです。でリヒテンシュタインは先ほどサンプリングしてきた題材を一回色鉛筆で書き直すらしいですね、小さく。でその書き直したものを、プロジェクター今、昔で言うと、まあ、映写機でキャンバスに移してですね、そこから、キャンバスのサイズで書き直すという、まあ、そういうスタイルで作品を作っていったそうです。こっからが僕はすごい大事だなと思ってまして、古本の漫画なんかを集めてきて、まあ、それを書き直すっていうのは、まあ、多少というか、まあ、リヒテンシュタインのそのセレクトするセンスとかっていうのがすごく重要なわけなんですけれども、ある時期からリヒテンシュタインはピカソとかマティスとかモンドリアンとかダリとかの昔の絵をその自分のスタイルで書き直すっていう、まあ、自分で例えばそうですね、音楽でいうと自分で作曲はせずにすでにある誰かが作った曲をリミックス、違う楽曲にアレンジすることだけを、まあ、なりわいとするというか、それ自体が人のものをアレンジするっていうことだけに特化したアーティスト。でお前のオリジナルってなんだよみたいな、お前の作詞もしないし作曲もしないし、それで君の曲ってオリジナルって言えるのみたいな感じなんですよ。でも俺は自分のスタイル、アレンジするそのそこだけにしかオリジナリティがないみたいな、そういうやり方に発展してったわけです。でこれは例えばダリの作品、ダリの絵を元ネタに作った、絵画であったり、ピカソの作品を作り直した作品、こちらもピカソなんですけど、他にも、マティスとかモンドリアンとか本当にいろんな既存の絵画を
書き直すという、まあ、そういう作品を作っていったわけですね。でここでちょっともう一回見ていきたいんですけれども、じゃあこのカウズのスヌーピーとかっていうのも基本的に同じロジックなんじゃないかなと思うわけですね。カウズって、まあ、スヌーピーとかシンプソンズの既存のキャラクターを自分のスタイルで書き直すというか、まあ、混ぜるというか、まあ、そんなやり方で作品を作っているわけですよね。この構図ってこれリヒテンシュタインのこのやり方なんじゃないのって僕はちょっと思っちゃったわけですね。人気のこの窓崎さん、ね、まあ、僕も彼の大ファンなんですけれども、あのプリントの作品なんかもちょっと買わせていただいております。例えばこのピカソの絵であったり、モナリザ、モナリザをめちゃくちゃ下手くそに描くと、まあ有名なので言うと村上さんの花ですね、これはルノワールかな、まあ、そういう構造であったり、こちらのこのダニエル・アーシャムのこのピカチュウ、まあ、アーシャムも、まあ、ルネッサンスぐらいの、まあ、古い石像なんかをモチーフに、まあ、自分のスタイルであるその中にクリスタルが埋まってるという、まあ、そういう既存のもの、既製品×自分のスタイルっていうやり方をやっているわけですよね。こういったそのポップアートのその次のステージっていうのが一つの、まあ、ムーブメントにちょっとなってるなって僕は思ってるんですが、これって元をたどればあれ この人じゃないっていうふうにちょっと感じてるわけでございます。その最後なんですけれども、最終的に、まあ、これがどうなるかというとですね、このスタイル自体が主題になっちゃうと、主題っていうのは昔でいうリンゴを描くとか、人の、女性の顔を描く、女性の裸を描く、風景を描く、絵画の、まあ、メインモチーフになるものってことですね。そのメインモチーフがちょっとエスカレートして、その人の絵のスタイル、タッチって言ったらいいんですかね、その絵のタッチ自体が主題になっちゃうっていう、まあ、そういう状況になるわけです。それがこの、ブラシストロークで、このリヒテンシュタインの、まあ、このタッチそのものがもう絵のモチーフになっちゃって、もう画面の全体にズドーンってくるっていう、ここまでくるとすげえなと。ちなみにこれ僕が去年、マイアミに行った時に、まあ、撮った写真なんですが、まあ、これがカウズの作品なんですね。まあ、こちらのスヌーピーをまあ題材にしているんですけれども、まあ、スヌーピーの造形自体が前に出てるっていうよりかは、そのタッチが前に出てるんですよね。まあ、徐々にカウズもタッチ自体がモチーフになるレベルに今もう到達しようとしてるわけですね。で同時に同じ空間にあったのが、まあ、このリヒテンシュタインのブラシストロークの作品なんですよ。これとこれ、このカウズの、僕がね、あのキュレーターだったらこういう展示やりたいですね。このブラシストロークのようなもうタッチだけが前に出た展示みたいな、まあ、一番初めか一番最後にこうリヒテンシュタインのブラシストロークがあって、まあ、その前にカウズであったり、カウズで もうモチーフが分かんないぐらいのもうタッチで、その窓崎さんのあの下手くそな線だけの絵がバーンってあって、でダニエル・アーシャムももはやクリスタルの一部だけがズゾッて出てる、まあ、そんな流れでリヒテンシュタインがあるみたいな、なんかそんな展示あったら面白そうだなって思ったりしてました。で最終的に行き着くところは、まあ、スタイルっていうかタッチって言った方がいいですかね。タッチイコール主題、もはや最強っすね。そのタッチ自体がそのアーティスト性を持っちゃって、それがもうメインモチーフになっちゃうと、ここまでいくともうアーティストとしては結構神領域に達してるんじゃないかなと思っておりまして、いつか僕もそんな風になれたらいいななんて思っております。でそんなリヒテンシュタインなんですけれども、最終的にはどん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 静かな作品を作っていってですね、もうもはやアウトラインがなくなって、このドットだけになっていっちゃうみたいな、なんか中国の昔の絵をモチーフにあのリミックスした作品らしいんですけれども、いつか欲しいですね。僕が成功して、まあ、これにならずともあのいつかリヒテンシュタインのオリジナルっていうのは欲しいななんて思っております。というのが、まあ、大きく、まあ、リヒテンシュタインの、まあ、研究した結果となります。
でちょっとおまけなんですけれども、あのリキテンシュタインってすごい合理的な人間でですね、まあ、例えばこれあのリキテンシュタイン奥さんらしいんですけれども、これリキテンシュタインその絵を描くために、まあ、変な話こう下の方とかって描きづらいんですよね。でキャンバスを設置してこれがぐる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 回る機械を自分で独自に作ったりとかだとか、まあ、距離感を持って自分の作品を確認するためにこう鏡を使ったりだとか、キャンバスに絵を描くのにこのマスキングを作って一気にバーって描く、まあ、今でいう映写機か、映写機を使って下絵をもう写してそこをなぞるように描くとか、まあ、結構そのテク 今見るとあめっちゃアナログなことやってんなって思うかもしれないですけど、まあ、当時にしてみたら結構テクノロジーを駆使したその作画方法というのを、まあ、合理的に進めているなっていう感じがしてですね。で最後にこれ僕が去年ニューヨーク行った時にあのアーティストのスタジオ訪問っていうのをさせていただいて、まあ、その時にそのアーティストの方が窓越しにあそこねあのリキテンシュタインのスタジオなんだよねって言って、って嘘だと思って、そんなわけないじゃんと思ってこう見て、まあ、このねちょっとね汚い建物があったんで、まあ、そうなのかなみたいな感じに見てたんですけれども、よくよく見るとですね、なんとねこの上にリキテンシュタインの作品があったんで本物だということで嬉しかったです。でその人によると、あのリキテンシュタインが存命だった頃に、まあ、お会いしたことがあるそうなんですが、 ある日そのスタジオの前をそのほうきを持ってリキテンシュタインが掃除をしていたらしいんですね。でリキテンシュタインなんで掃除してんのって話しかけたら、いや実はもう今日個展のオープニングなんだよねつって、もう緊張しちゃってもうじっとしてられないからって言ってあのスタジオの前を掃除してたらしいです。お話でした。まあ、バスキアであったりウォーホルであったり、デュシャンであったり、なんかアーティストの方ってすごい強気でドシーンとしててなんか破天荒で自分を疑わないみたいな、なんかそういうタイプの人が多いなっていう印象があったんですけれども、リキテンシュタインって結構逆ですごいシャイでナイーブ で自分を疑うタイプなんですよね。本当にこれでいいのかなっていう、ですごい生真面目な性格でですね、まあ、そういうタイプのアーティストもやっぱいるんだなっていうふうに思いまして、多分自分そっち側だと思うんですよね。あんまりこう何でもかんでも自分が正しいっていうタイプでもなかったりするんで、ちょっとなんかリキテンシュタインを見て、あこういうスタイルもあるんだなってことで僕は個人的に結構安心しましたという感じでですね、まあ、リキテンシュタインがなんですごいかっていうよりかは、まあ、今現在進行しているアートを理解するには結構リキテンシュタインにヒントがあるよっていうことで調べてみた結果ですね、いろいろ発見があったり、まあ、リキテンシュタインって、まあ、日本だとそこまで、まあ、なんだろう強いファンっていうのが正直僕の体感としては、まあ、彼のやったすごさに比べたら若干少ないなというふうに思って感じてしまっているところがあったんですが、この動画をきっかけに、まあ、リキテンシュタインのことをもっと好きになってくれる人がいたら嬉しいなというふうに思っております。という感じでですね、今回はリキテンシュタインについて研究をさせていただきました。コンテンポラリーアーティストの山口正人でした。よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。Yeah.